ただいま、やっていきましょう。桜大戦にですね、やっていこう。さあ、いよいよ、いよいよではないか、甲板戦ですね。まあ、金剛さんでいいんだよね。多分金剛さんだと思ってるけど、コーマになってんの、ボスが。無限よりコーマ開い。はい、すごいな。ザックキャラみたいになってんな、本当に。鳥みたいだな。測定不能。あんな風に飛べるの。迎撃用意。全て撃ち落とせ。全問戦車。ミニゲームじゃないよね。全問戦車。はい、ドーン。おお、だいぶ、うおえー、でも出てきてる、でも乗ってきてる。演出がうまいな。ほっとけ、撃ち落とせるんじゃない。ほっとけば、多いな、ほんとに。すげえな。はい。細かいとこまで攻撃できない。はい、9人。帝国歌劇団、参上。オッケー。任せろ、ユネダ。大神、頼んだぞ。任せろ。ここでミカサを落とされるわけにはいかん。はい、甲板上のコーマ、任せてください。よし、行くぞみんな。了解。よし、大神くん、これからミカサは最大加速で武蔵に突入するわ。武蔵に近づくにつれてコーマたちの攻撃は激化するでしょう。でもミカサの降車砲だけでは武蔵島でこの数のコーマを制切ることができないわ。ミカサの弱点である中央通気口、しっかり守ってね。ああ、これ真ん中のやつ。はい。うーん、そういうことね。頑張って、大神さん。オッケー。ってことはもう最初は風の陣だよね。みんなを広げなきゃいけないな、多分。四方から来るから。風を実行する。行くぞ、みんな。了解。オッケー。で、大神で攻撃力は下がらないね。これって。あー、降車砲か。これも守った方がいいのかな、わかんねえな。とりあえず大神でここ、もうどんどん倒していこう。必殺技どんどん使っていこう。ガン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 。はい、今回はね、初手から9人いるから大丈夫でしょう。とはいえ気をつけろ、結構難しいぞ。いい、さくらちゃん、さくらちゃん右寄りにいるんで右かな。軸も合わせられないし、厳しいか。じゃあ前に出とこう。で、防御。降車砲守らなきゃいけないんだろうな。で、マリアが一番遠距離に攻撃できるんで、したいけど、これで軸が合ってる。さすがに無理か。ここ前の遠距離攻撃はできない。できないか。だとすると、カンナでこいつ、他のみんなでこいつ、マリアはこっから。必殺で、あ、奥のいけないの。すっげー、なかなか厳しい位置にいるのな。じゃあいっか、マリアでこの位置から倒しちゃえばいいか。はいはい。BGM があんまりそこまで聞いたことあるやつじゃないか。はい、降車砲を巻き込まれてるけど、結構強いな、相手が。一発でいけないことが多いな。ガンナは近場にしか攻撃できないけど、近いの狙っていきましょう。はい、どうだろう、必殺はもしかして見てない子がいるかな。うん、 OK。 次はレニか。レニだったら届くか。オッケー。で、あー、違う、これダメージ食らってないですか。どうかな、無理か。まあ、スミレちゃんでなんとかなるか。そうだね、向こうはいけない。じゃあいや、こっちはこの4人かな、5人か4人かぐらいで防御していこう。ただ逆に今参上した位置に降り立つ敵もいる可能性があるからな。で、アイリス、アイリスいけるね。ちょっ
とコーラになっちゃうと厳しい。ああ、いいか。もう減ってんのか。ケイ。OK。これで手前の敵は倒したね。で、相手のターンか。コーランたちまだ動いてないけど。ああ、うわ、ミサイル、なんで？なんでミサイル出るの？お前から。いろいろ機械化されてるな。はい？後ろ？後ろもあんの？後ろもあるのか。うわ、それは。仕方ない。高射砲、高射砲も守れって言ってる。そや、高射砲というのは空から飛んでる敵を撃ち落とすための砲台、大砲や。高射砲がやられたら、ミカサにコウマがワンサか降りてきよるで。ああ、わかった。高射砲を守りながら戦えばいいんだね。そういうこっちゃ、気合い入れていこう。大神はん、そういうことね。高射砲1個減るたびに敵が2人増えるとか、そういう感じか、召喚される。ただこっからちょっと間に合わないか。ほい、守れるかな。ははい、お前、これアウト。コーマ、中央通気口に侵入。通気口内の第一隔壁が破壊されました。残る隔壁は第2から第7までの6つです。大神くん、聞いての通り、ミカサはまだ大丈夫よ、頑張ってね。了解。あー、そういう感じか。え、これもしかして成績に関わる。いや、もうあれだけど、アイリス失ってるからあれだけど、これ難しくね。スタート位置から林使っても無理じゃない、あれ。ここは防げないよね、遠すぎて。リスティアみたいにワープがあるわけでもないし、難しすぎるね。とりあえずガンガン攻め込むか。ほい、はい。近距離野郎だから、あ、遠距離野郎だから倒せる。オッケー、オッケーオッケー。さくらちゃんね、どうしようか。あんまり前に進みすぎるとやつら、これ一列か、必殺技行こう。やつら結構厄介なことに、後ろから今度は来るみたいな、そういう展開があると思うんで、召喚位置気をつけないといかんな。うん、倒せない。うん、ギリギリ倒せないで、こうか。マリアか、横はないし。まあまあ、目の前に行ってこいつをやっとくか。オッケー、もうちょっとね。で、カンナは逆にこっちの防衛につかせるか。そのためにこの位置をちょっと陣取りしとこう。レニか。レニもカンナと同じでこの位置の防衛についてほしいな。後ろから来るパターン絶対あるでしょ。で、スミレちゃんも、スミレちゃんはここら辺の中央を陣取る感じかな。ここいら、そういうことだとは思うんで。アイリスか、届かないよね。3マス先はアイリスじゃ届かない。アイリスだけでここを陣取るのは厳しいな。ダメね。ああ、お前が動くか。あ、入るわけじゃないの。ああ、マリア行く。え、入ってく。うわ、ずるい。撃ってから入ってくのずるい。それったか。実質あと2人。いや、それったら進めとこう。まあまあ、第7角撃とかうんちゃらかんちゃら言ってる時点でまだまだいっぱい出てくるってことだよね。で、この2人はまだ届かないからいいでしょう。痛いな。まあ、毒みたいのはないからいいけど、状態として。で、遠距離か。まあ、単発だからまだいいけど、複数対攻撃だったらやばかったけど。コーマ、待ってきます。はい、
第2波接近。これ大変だな。全門戦車。そっか、これで今1個も破壊されてないからまだいいのか。やはり影が落ちてきて全てを撃ち落とせません。でどれくらい撃ってくる。うわーくぅ。大神くん、ミカサは徐々に高度を上げているわ。空気が薄くなれば工場も活動できなくなるはず。俺たちは大丈夫なの。はい、わかりました。そういう酸素ボンベ的なもの積んでない。うーわ、右側にも出てる、ちゃんとしっかり。ちゃっかり。とりあえず目の前のを抑えるか。動かなくても抑えれるから。はい。これはもう火の作戦で行った方がいいかな。やります。だいぶ広がったし、火で行こう。これでガンガン倒していかないと間に合わないな。ためよう。で、さくらちゃんで1、レニ、こっち側の陣形足りないぐらいだな。とりあえずこいつが入っちゃうから、多分さくらちゃんの火ならいけるでしょ。はい。ああ、もう弱ってたね。オッケー。マリアね。マリアは遠くを撃てるから、遠くにいる敵から。これだな。こいつだな。通気口に近いやつから倒していった方がいい。あ、それダメなのか。じゃあ、ソレッタと力を合わせて倒すか、もしくはマリアだけでいけるか。火の陣形なら。あー、やっぱそっか。なかなかそううまくはいかんやな。カンナ、殴ってくれ。結構厳しいな。一発で倒せればいいんだろうけど、倒せないパターンが多いから結構厳しいな。で、レニ、こいつが一番近いか、この位置から。はい。これ聞いたっけ。一応聞いてみる。リバイ Q。 ああ、聞いたことある、聞いたことある。リバイ Q。 はい。で、オッケーオッケー。さすがレニ。これで、で、アイリスか。こっちの陣形はあと2人ぐらいか。到達するやつはいないから、じゃあ普通に撃っちゃおう。それ、ソーラ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 ンソーランならない。防御で、スミレちゃんで、ここは遠いな。一歩進んで必殺技打つまでもないよね、さすがに。もうちょっと囲まれたらスミレちゃんの必殺技打つべきだし。いい、倒せない。お、倒せる、よかった、よかった。倒せないかと思ってた。で、それったね。それったの位置取りが難しいけど、この辺だったら巻き込める数多かったり。誰も巻き込めません。これで右か。それった右行った方が巻き込めるんだろうけど、ちょっとこれ倒さないとこいつ絶対入っちゃうから、こっちが優先だな。オッケー。で、あとコーランか。コーランでアイリスが削ってくれたやつを削る。オッケー。さすがに倒せるよね、50以上当たれば。オッケーオッケー。で、大神だけ、レギと大神が食らってるな。で、今これで、うわ、結構効くな。やばいね、これ削られてくな、だいぶ。ターンごとに来るってなると厳しい。よしよし、来なかった。じゃあ大丈夫だ。大神は回復しよう。で、その上で通常でこいつを倒す。これなら大丈夫でしょう。はい。倒せない。まあまあいいか、倒せなくても。はい。はい。
で、で、マリアは、いや、マリア動くよりは、普通に溜めた方が良くないか、ここは。次に備えて。で、攻撃対象にもいないし、終了。で、カンナは、定位置に戻ってもらって、溜め。力を溜めてくれ。で、レニーもこっち側はいないから、回復しとくか。念のため回復しとくか、もったいないかもしれないけど。で、終了。で、アイリスは、何もダメージを受けてない。じゃあ、この位置に移動して、削る。一応ね。で、スミレちゃんね。スミレちゃんも何も受けてない。じゃあ、この位置。で、防御。まあ、降り立った瞬間に動き出さないだけ良心的か？コーランが次動けると見込んで、いや、見込むとかそういうのでダメだ。順番見て、オッケーオッケー。コーランで倒す。ので、スレッタは回復する。で、スレッタは目の前にいると攻撃できないので、終了。で、コーランね。で、この位置取り的にコーランこの辺りにいた方がいいのかな。で、コーランで倒す。オッケー。そらそらー、こっちはまだ、土蜘蛛よりいけるぞ、まだまだ全然。はい、まあ、おかわり来るわな。第何波まであるんだろうね。 5ぐらいある気がすんな。最後コンゴーさん来る気が、あ、違うか。この場合だとボスが来るのかな、コーマの。うわ、やっぱ後ろあるよね。まあだと思った。ここが少年場よ、頑張って。まあだと思ったわ。あれ3体だっけ。ああ、正面にも出たな。正面にも出たな。じゃあ大神でこいつを蹴散らすか。多分一発じゃいけない。はい。あ、いけたいけた。やったやったやった。じゃあ、さくらちゃん戻すか。さくらちゃん向こう側に戻すか。危険か？いや、いいだろう。後ろは手薄だから、どっちかっていうと。で、マリアね。マリアもう一歩前かな。オッケー。あっと、やー、倒せないよね。そうだね。で、カンナか。オッケーオッケー。ギリギリ届かない。いやらしい位置取りだな。まあ、防御かな。で、レニも戻る。戻るというより、待機だな、ここで。で、アイリスは回復のためにこの辺にいてもらうのがいいかな。防御。スミレちゃんは戻る。オッケーオッケー。まあそんなに苦しくないぞ。前の戦いだいぶ倒せてたのが大きいんだろうな。倒せてないとかなり苦しいだろうな。おかわりで来るってことだから必殺。ああ、普通に減ってた。一冊いらなかったな。まあ、いっか。はい、乱射。オッケー。90か。どっちにしろ必殺技使っても一発じゃいけなかったんだな、あれ。マックスだと。結構強いな。で、まだ来るでしょう。この程度で終わらんでしょう。第5波まであると見た。で、ちょっとカンナがきついな。ああ、スメちゃんに行くの。まあ、防御してるから。いや、防御してこのダメージか。降りてこい、さっさと段差から。え、なんか、そんなスミレちゃんばっか。やめろ、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 やめろ。一発いけんの、お前。これはずるいわ。もう無言だった。何も言われなかったわ、ハスミさんたちに。校舎砲別に破壊されてないから、数が少ないんだろうな。オッケーオッケー。
で、大神で倒せるでしょ。次は、OK。これで次は、よし、やったぞ。やりましたね。さすが大神さん、2回目だよ。まだまだ、武蔵にはどんな敵がいるか分か、強敵がいるか分からないしね。私たちも大神さんに負けないように頑張らなきゃ。いつだって大神さんと一緒にいたいから。さくらくん、やっとる場合かここで。さあもう一息です。頑張りましょう大神さん。いい、すみれちゃんだけが食らってるかな。さくらちゃんは、まあ、この辺り埋めとくか。でマリアはこっち側組はもうやることないね。貯めるか。で、カンナね。カンナで、上のやつを、段差上のやつを仕留めてもらおう。多分いけるでしょ。火でカンナで。まあ遠距離型のやつだったら、一発でしょ。OK! ありがとう、カンナ。で、レニで、で、レニもいけると思うけどな。割と近接に強い子たちをこっちに持ってきてるけど。OK! 目標。うわ、出るのか。コーマ、第4波接近。なんてこと。ん？全問、戦車。数が多すぎるっていう。もうこれは限界です。はい。放射砲は減ってないけどな。ミカサの被害レベル危険ラインを突破しました。ん？みんな大神くんを信じて自分の持ち場をしっかり守るのよ。了解。大神くん、はい、あと少しよ。オッケー、頑張って。第5波前だな、この感じだと。まだそう数回あるでしょう。ここに1、そこに1、ここに1、そこに1。なるほど、カンナであれかな。ってことは、でもスミレちゃんのターンからか。なんか微妙な位置から始まったな。大丈夫か、ちょっと心配だぞ。敵が動くの早かったりして、ここきついな、ここきついな、 ここきついな。あいつはカンナでどうにかしてもらう。カンナでね、コーランでどうにかしてもらうとして、うわー、もう動くの早いよ。いやいや、早いってやばくないこれ。そんな近場にできてずるい。あー、補助エンジンが赤、出力半減です。残る核兵器は3つ。大神さん、こんなところでミカサを落とさせるものか。大丈夫か。それったは、それったは向こう行っても絶対間に合わないので、もうこっちだよね。で、多分一撃じゃいけない。いや、相手の中に動くのが早いやつがいるんだよな。それが問題だよな。いや、あれだな、近場のやつ必殺だな。もほい、あー違う、コーラン使うの。アイビスがせっかく減らしてくれてるやん。まあいっか、倒すことに変わりはない。 OK。 あー、一発やっぱ倒せるぐらいの強さだな。いっちょ。で、ずるいよね、お前のターンになるんだもんね、途中から入ってきた割には。それは厳しいよ、ずるいよそれ、途中から入ってきといて。てか、すみれちゃん弱ってんな。まあ、大丈夫だとは思うけど、その程度。 OKOK。え、やばいか？もう一体。ああ、そっちね。いや、結構やばいぞ。つか、動くのずるい。動くターンがそこに来るのずるい。待って、順番見よう。オッケーオッケー。しばらく俺らね。で、大神は全然食らってないから、よくて、こいつは弱ってる。大神でこいつだな。ほい。
4波で終わりにしてほしいな。じゃあこれ第5波まであるときついな。でこっちにはいない。さくらちゃんは届かない。だったらすみれちゃんを回復させてあげた方がいいな。あれこれまずいか、こいつ倒せるか、こいつ倒せない。まずいか。その前にこいつ倒さないといけないから、はい。ただまだ隔壁もうちょっとあるから、あれに入られたとて大丈夫だとは思うけど、林にした方がいいのかな。そうするとでも今度攻撃力足りないよな。とりあえずカンナは戻ってきといて、レニで届くか。届かねえ。いやまずいか。しかもあいつ攻撃して帰るんだよね。すみれちゃん一人でどうにかなるかこれ。必殺技いっとくか一応。ああ弱ってんだ。毎回なんかこういうのあるな。じゃあセーフだ。よしよし弱ってた。OK。でそんな目の前に来られても弱ってないね。これでコーランで倒して OK か。はい。ソレッタはどうしようかな。この位置で溜めてればいいんじゃないかな。割とこの位置取りいい気がするけど。ソレッタはで、はい。さあどうだ、第5波があるかどうかでだいぶ違うぞ。違ってくるぞ。おお、アイリスオッケー。さあ第5波あるときついな。ためよう。コーマが撤退していく。よかった。危ねえ。やったわ大神君。ここまで高度を上げればコーマも活動できないようね。何かコーマが爆発してんのこの音。ということはミカサは助かったんだわ。やったー、もうコーマも出てこないんですね。ふっ、なんとか持ちこたえたようだな。逆に入られたパターンも見てみたけどね。ミカサがーって落ちてくるかな。普通にゲームオーバーになるだけかな。そんな気もするけど。はい。はい、じゃあ、だいぶ時間来てんで、ここで終了しますね。ありがとうございました。難しくなってきたけど、ま、土蜘蛛よりは良かったか。セーフだったか。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。